ブリストル軍はアメリカ合衆国マサチューセッツ州の南東部に位置する軍である。ロードアイランド州に接している。2010年国勢調査での人口は54万8285人であり、2000年の53万4678人から2.5%増加した。軍庁所在地はトーントン市であり、同軍で 人口最大の都市はニューベッドフォード市である。軍政府の機能は州政府が行うもの、軍政府、あるいは町屋市が行うものがある。土地所有権登記記録はトーントン市、アトルボロ市、ホールリバー市、ニューベッドフォード市で保管されている。 ブリストル軍の東はプリマス軍、北はノーホーク軍、西はロードアイランド州で同盟のブリストル軍とニューポート軍、プロビデンス軍、南はバザーズワンを隔ててデュークス軍と接している。軍政府の事務所はトーントンのトーントングリーンにある上級裁判所に位置している。ブリストル軍は1685年6月2日に プリマス植民地の中に設立され、シャイアタウンブリストルから、軍名が付けられた。は1691年に、マサチューセッツ湾植民地と合併した。1746年、長く続いていたマサチューセッツ湾植民地と、ロードアイランド植民地の境界紛争の結果、ブリストル、バーリントン、ウォーレンの町が、ロードアイランドのものとなり、ブリストル軍を形成した。 これと同時に、アトルボロからカンバーランドが分割されて、ロードアイランドのプロビデンス軍に移管され、ティバートンとリトルコンプトンの町は同じく、ロードアイランドのニューポート軍に移管された。翌1747年、イーストフリータウンをフリータウンが公式に買収し、マサチューセッツ側に残った。ブリストルの町が移管された後は、トーントンが、 軍庁所在地になった。1828年には成長しつつあったニューベッドフォードの町に2つ目の軍庁舎が建設され、準軍庁所在地となった。1862年、シーコンクの一部とイーストポータケットの全体がプロビデンス軍に移管された。これと同時に、ロードアイランド州から割上された土地がホールリバーシとウェストポート町に付加された。 1877年には成長しつつあった、ホールリバーの町が3つ目の軍庁所在地になった。ブリストル軍保安官事務所がダートマス町ノースダートマスにあるダートマス複合施設で管理本部を維持し、いくつかの監獄施設を運営している。この監獄施設には、ブリストル軍矯正所と監獄、ブリストル軍保安官事務所女性センター、 シーカルロスカレード移民コーチセンターがある。保安官事務所は、アッシュ通り監獄と地域留置所ニューベッドフォードの少年保障代替コーチプログラムも運営している。ブリストル軍強制所と監獄には1100人を収容する空間がある。刑期2.5年以下の刑法判断制を収容している。また裁判前の男性容疑者、女性受刑者、 裁判前の女性容疑者も高度警備で収容している。中間警備監獄である女性センターは106人までの女性を収容できる。この自己完結型の女性センターは1990年に男性受刑者の釈放前低警備施設として解所されていた。しかし、軍保安官が釈放前プログラムに厳しい条件を課したために、 平均して60人の受刑者を収容しているだけだった。1999年、保安官はこれを女性センターに転換する認証を州から得て、釈放前プログラムは主管国のモジュールユニットに移した。シーカルロスカレーロ移民コーチセンターは、国外退去が予定されているもの、及び移民税関総査局との手続きを行っているものをコーチしている。 アッシュ通り監獄と地域留置所は200人以上の未決集といくらかの秘決囚人労働者を収容している。少年保障代替コーチプログラムでは12人までの少年未決集を収容している。東トン市にあるブリストル軍上級裁判所アメリカ合衆国国政調査局によれば軍域全面積は691.19。 平方マイルであり、この内陸地556.00平方マイル、水域は135.19平方マイルで、水域率は19.56%である。軍内最高地点は、ノースアトルボロの第一次世界大戦記念公園に、あるサンライズヒルであり、標高は390フィートである。ブリストル、プリマス。 トーントンという地名はすべて南西イングランドの地名である。これらの町はアメリカ大陸の発見時に航海と発見の中心になった。ジョン・カボットはブリストル港を出港し、対岸にウェールズのニューポートがあるセバーン川を下った。その後独自にアメリカ大陸を発見した。クレーターアトルボロトーオントン地域交通局などが地域バス便を運行している。 南東地域交通局は、ホールリバー市とニューベッドフォード市を担当している。軍内の空港としては、マンスフィールド市民空港、マイリックス空港、ニューベッドフォード市民空港、トーントン市民空港がある。ニューベッドフォード市民空港が商業空港であり、ケープコット、ナンタケット、マーサズビニアードに定期便を飛ばしている。 アンタ通勤鉄道のプロビデンス・ストートン線では、マンスフィールド、アトルボロ、サウスアトルボロに停車駅がある。この線は、プロビデンスとボストンを結んでいる。ティーカイグリーン空港に接続する遠心部が完成した。ブリストル軍の南には、バザーズワンを隔てて、デュークス軍がある。マサチューセッツ州ブリストル軍とロードアイランド州ブリストル軍というように、 同盟の軍が宗教を挟んで存在する例はアメリカ合衆国内に11組ある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。村は町の中に挙げているが、町とは別の法人化された存在ではない。ありがとうございます。